こんにちは、やるき先生です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。こういうね、ありがたいコメントのおかげで、授業動画の更新頑張ろうっていう気持ちになります。さて今日はですね、Q&A シリーズ。授業が遅な質問があったんでね、シェアいたします。今回はこのようなご質問でした。ぜひ一度ね、動画を止めて考えてみてください。やっぱり自分の頭を使って考えることで、数学力って磨かれていきますもんね。それでは OK でしょうか。ではここから解説です。どうぞ。 では行きましょう。なぜ y イコール a x 二乗において x の値が p から q まで増加するときの変化の割合を求めるときに a カッ p たす q という式で求まるのか見ていきます。これは何を言ってるかっていうと、例えば y イコール2 x 二乗において x の値が3から6まで増加するそのときの変化の割合を求めたかったら2かける過去3たす6で求まるよと。 計算したら答えが一瞬にして18とわかるんですね。で、この方法はね、こういう感じで分数になったりとか複雑になっても使えるんですね。マイナス -2 分の3かけるかっこマイナス -2 プラス4ですぐ変化の割合が求まるよと。これやっぱ便利ですよね。で、この公式がなぜ成り立つのかを今から見ていきます。 根っこにあるのはやっぱり変化の割合を正方法で求める方法 X の増加量分の y の増加量を使うことになります正方法ってどんなやったか再確認しておきましょう例えばこの例でいきましょう y=2 において x の値が3から6まで増加すると x は3から6まで増加するんですねこの時 x の増加量は3から6ということでプラス3となりますじゃあ y の増加量はどうでしょうか それを求めるためには y の値をまず調べないといけないですね。ですから x=3 イコール3をこの y=2x2 イコール2 x 2乗ここのようにこ,こにね3を代入して計算すると y は18とわかります。同様に x が6っていうのねこの式のこの x のとこに6を代入して計算すると y は72とわかります。ということでこの y の増加量は7 2く1 8を計算すればね54とわかると。 だから変化の割合は X の増加量3分の y の増加量54これをね約分したら18と分かるとさっきのと一致してるんですねちなみにこの下の例でもね正方法で変化の割合を求めれば当然3となってねさっきの公式バージョン楽バージョンと一致しますでこの楽チンバージョンがなぜ言えるかっていうのは実はこの文字 p と q を使ってこの今やったようにね正方法での求め方をやってみれば実はもう分かります つまり同じように表を書いてですね x が p から q まで増加すると x が p の時の y の値を出して x が q の時の y の値を出してもうほんと同じように x の増加量分の y の増加量を考えれば見えてきますでその具体的な方法はね後で見るとしてねもしかしたらね今日は初めてこの楽チンバージョンを知った方もいるかと思います で、これは本当に楽ちんなんですが、一次関数 y イコール、a、x プラス b において変化の割合を考えるとなると、またこれ話は変わってくるんですね。こんなん全然使われへんくなると。さらっと再確認しておくと、一次関数 y イコール、a、x プラス b という式でしたね。これにおいては変化の割合、傾きっていうのは、いつも a で一定でしたね。何から何に増加しようが、いつも a です。 なぜかというと、変化の割合っていうのは別名、傾きであり、直線の斜め具合を数字に表したものなんですね。一次関数っていうのはね、直線になります。例えば y コールに x プラス1のグラフっていうのはこんなになりましたよね。じゃあこの直線においてね、ここの斜め具合とここの斜め具合が違うかっていうと、そんなこと全然ないですよね。だから一次関数っていうのは変化の割合はどこをとっても一緒だよっていうことをやったんです。 ただ二乗に比例すする関数やと違うんですね。例えばさっきのこの例で言うと X が3から6に増加する時の変化の割合というのはこの2点を結んだ直線これの傾きを求めることになるんですね。それが18だったっていうことは X が1増えたら Y が18も増えるとそんな斜め具合だよっていうことをやったんです。 そしてこれは当然ですね X がこの辺からこの辺に増加する時の変化の割合と同じわけがないんですね。もうこっちに立ってはね、X、が増えたら Y は減ってますもんね。だから2乗に比例する関数ではこんな一次関数の時と違って変化の割合はどこ取るかによって変わるということなんです。そしてそれを求めるためにこういう楽ちん公式があるよという話なんですね。 ちなみにこの下の例をね図にするとこうなりますね。x の値がス2から4に増加するときの変化の割合っていうのはこのねマイナス2という点と4という点を結んだこの直線の斜め具合を調べてくださいと。マイナス −3 っていうことは x が1増えたら y が3下がるようなそんな斜め具合だよっていうことやったんですね。だからね今回のこの楽チンバージョンの A 括弧ピータース Q っという公式はねここまでわかって使いたいところです。 そうじゃないとね、なんか一時間数の変化の割合を求めようという問題でもね、同じようにね、A 括弧 P たす Q にして間違えちゃうということになっちゃいますもんね。ただまあ範囲にね、一時間数が入ってこうへんね、次の定期テストだけとかね、計算ミスのチェックとかね、時間がない時にはやっぱり便利なんでね、両方分かっておきたいところです。 じゃあ変化の割合について再確認したところでねここから今日の本題なんで y=2 x 2乗においてね x の値が p から q まで増加するときこの公式で変化の割合が求まるのか見ていきましょうさっきの方針で確認した通りもう正攻法で求めるんですね x は p から q まで増加するとということは x の増加量はこれ引き算した q p になりますよね じゃあその次は y の増加量を調べたい。そのためには y の値をそれぞれ調べておく必要がある。ということで、x が p の時の y の値は、この y コロ x2 乗の x のところに p を代入して ap2 乗とわかる。同様に、x が q の時の y の値は y、y コロ ax2 乗の x に q を代入して aq2 乗とわかる。よって y の増加量は、aq2 乗く ap2 乗とわかる。 これで変化の割合を求める材料が揃ったと。x の増加量分の y の増加量で変化の割合が求まる。式にすればこの通り。あとはこれを整理していく。分子はまず a でくくれることがわかる。分子を a でくくると a 括弧9二乗 -p 二乗とわかる。展開すれば元通りになりますもんね。次この括弧の中身が二乗二乗になっているから因数分解できることに気づく。 x 二乗引く y 二乗が x 足す y かける x 引く y に因数分解できることを思い出して。九二乗引く p 二乗は九足す p かける九引く p に因数分解できる。じゃあ次分母にも分子にも九引く p があるから。これが約分できることに気づく。 約分すると分母が1になるので残るのは結局分子の A 加工 Q たす P だけ。で、この Q と P を入れ替えたら A 加工 P たす Q となって変化の割合は a る p たす Q で求まるということがわかる。これにて証明できましたよね。 以上のことから2乗に比例する関数 y=x これ乗においてはね x の値が p から q まで増加するときの変化の割合は a × p たす Q で絶対に求まるということがわかります。あとはねここまで理解したならもうじゃんじゃん使ってね楽していきましょう。